メルさんまだ来ないね。うん、来月あれじゃん、イベントじゃん、メルさん楽しみだね。なんかタワーやるって言ってなかった？言ってたけど、うん、なんかメル君、うん、今日 LINE が冷たくて。あの、LINE だとね。そう、あれ苦手って言ったもん。そう、なんか頑張る記憶なくなっちゃったから。昨日までは絶対するって言ってたじゃん。いや、なんか今日は泣かないようにして。自分の思い通りに構ってくれないから。何、例えば何をしたっけ？吐き出しちゃう。吐き出しちゃう。自分的には、うん、1時間に1回ぐらいちゃんとするんだけど、ちゃんとなんかハートとかもつけてほしいのに、なんかほんと丸とか。あ、何個ついてたんだけど、ハート。いっぱいじゃないとちょっと頑張れない。頑張れない。もちろんメロくんは負担してくれないって言ってたね。あ、でもいいじゃん、先に言っといてくれる方がさ、良くない？してくれないって言われると、うん、あ、なるほどね。自分が一番特別だと思ってるのは、うん、君の中で特別だよ。メロさんも特別って言ってた。でも、明日はしてくれない。あ、でもね、多分戦略とかだったら難しいんじゃない？そろそろ来てほしいね、メロさんね。遅すぎる。遅すぎる。怒んないで、怒んないで。お、ちょうど、ね、ちょうど来ましたね。乾杯。今日も伸びで高いみたいな。飲もうか。大丈夫？前飲みすぎて酔っ払ってたじゃん。大丈夫。大丈夫。今日は大丈夫。あんたに記憶あんの？記憶はない。ないんだ。ならへんやん。いつもない。控えめにしな。ちょいちょい。メロ君に会ったら一緒に飲みたいなって思っちゃうから。ああ、飲みすぎて。俺も一緒に飲んでる時一番楽しい。でも今日アフターしてないし。アフターちょっとね、ケツ予定あって。なんの？こうやって代表とちょっとミーティングみたいな。でもね、なんかイベントのこと、イベントあるじゃん、タウンってやつ。あのことについてなんか話すから結構長い。え、どっかで待って。時間は取るから。で、また別の日にさ、行けばいいじゃん。そうそう、前もって行けるって分かってる日に。今日はだって前もって言ってましたのに行けないって。いや、そう、ごめんね、今日は。でも楽しもう、いっぱい飲んで。乾杯。乾杯しよう。飲もう飲もう。えい、えい。うわ、もうテンション上がってきてんじゃん、うん、いいね。ちょっとヘルプ行ってくるね。ありがとうございます。やっぱり楽しんで飲んでね。よし、発狂しちゃダメだよ。いや、ダメだよ、発狂しちゃ。頑張れ、頑張れ。うん、やったけど、アフター？いや、無理って言ってるじゃん。アフターしてくれないと無理。やだ。今日は無理よ。いや、無理。今日アフターしてくれないと、うん、来月イベントが頑張れない。パワーできない。絶対私が一番ラストン取るために成功させるって言ってくれてたじゃん。え、急に？もう仕事も行かなかった。あ？なんで？売りかけとかあるじゃん。今日も払わない。それは話し違くない？今日は2つ行けないなら派遣行こう。派遣？うん、へぇ。どこ行く？だって売りかけ、売りかけあるのに他店と行ってる場合じゃないよ。え、無理。だって2つ行けないでしょ。俺今日無理。じゃあもう行くから。あ、来月倒しないから無理だよ。じゃあね、無理。いいよ。分かった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 。ちょっとだけ時間作るよ。いつものバイ行ってる。ほんとに？うん、絶対行く。そうかって知らないから。オーケーオッケー。あ、行く行く。うん、失礼します。会社してもよろしいですか？はい、失礼します。じゃあ初めて。はじめまして。どう？リオくんです。リオです。お願いします。結構最初入ったばっかのにもうナンバーとか入っちゃって、うん、めっちゃいい子だから。てか今日暇？この後。そうですね、暇です。じゃあいいじゃん、アフター行くんだけどさ、はい、仲良くなるためにさ、一緒にバーついてていい？うん、いいっすか。お酒も結構飲めるし。そうそう、全然楽しいから。歌もうまいし。本当はメロくんと二人だけど。うん、いいよ。あ、うん、たまにはね、みんなでワイワイするのもね。そうだね。オーケーオーケー。あー、ちょっと悪いわ。アフターちょっとだけ来て。わかりました。あ、多分めんどいと思うけど。まあまあ、でも全然。適当に。はい。
願いします。はいっす。はいっす。はい、いってます。よし。お待たせ。お疲れです。ちょっと薄いけど、もうちょい薄くする？うん、濃いめ。濃いめ、いいね。テキーラのテキーラ。お。テキーラも。お。一回行こう。遅いね、でもね。うん。もう3時か。遅いよ。絶対他の音楽アフターしてるし。してないっしょ。そんなことないっす。なんでかぶってた？あの、帰るとき。いや、あんま見てない。見てなかった？最初の長い意味で。まあいいや、テキーラ久しのも。そう。せっかく、ね。行きました、行きました。今日で4日でしょ?4日。うん、いいね。最高ですね。行きます。ちょっとテキーラので待ってよ、皆さんのこと。お酒でも強い方だよね。うん。ね。飲むの好き。ね、めっちゃ飲んでるもんね、よくね。うん、もう、ちょっと食い。行く。よっしゃ。もう発狂しちゃダメだよ。食いましょう。メロさんに、やかっちゃダメだよ。出るかな、メロさん。うん。出ない。出ない？出ない。見てないのかな、スマホ。うん、絶対読むでしょ。誰も記憶ついてない。ちょっと一回、あっちでかけてきて。ちょっと待ってて。てか誰、誰来たの？いや、仲良くなりたいなと思って。ダメですか？知らない、つまんな。すいません、もう少しで来ると思うんで、それまでちょっと我慢してくださいよ。もう少しっていつ？やっぱりあと30分くらいしたら来ると思います。なんかメロさん今もう向かってるってよ。え、なんで私の電話出ないの？なんかね、手が塞がっちゃうの、その時。じゃあ来る前に、一回、うん、テキラ飲んどっか。よし、いただきます。じゃあ乾杯。あ、ごめん、お待たせ、お待たせ。面白いっすね。やっと終わったよ、ごめんね、もう出せ。結構ね、長かった話。俺も早く来たかったんだけどさ。言ってましたね、早く行って。アフター？アフターしないよ。もう長い時間、なんで待たさないの？いや、でもそもそももともとアフターする予定じゃなかったけど、時間作ったから。アシャーズぐらいまで飲もうよ、パーって。お、いいっすね。もう、もう盛り上がってこい。もう海で食べましょう。30分しかないじゃん、無理。いやだって昼まで行ってくれないと無理。ああ、病んで薬飲んじゃったから電車まで。また薬飲んだの？やめろっつったよ。無理、だって遅いからじゃん。いや遅くてもさ、こうやって来てくれてんだからさ、うん、ヘルプとか。なんで電話出てくれないんですか？電話ね、電話が来たんですか？大事な話したから。だってね、上司のね、うんうん、え、だったら満喫だけ行けばいいじゃないですか。うるさい、黙れ。あんま関係ないからいい。満喫代ぐらい出すよ。え、無理、一緒にいたいの。あ、薬抜けるまでいればって、うん、ゆっくりで休めて。でも満喫いいとこ知ってますよ。うるさい、お前。まあでも、ね、ちょっと休んでね。で、また明日ね、20時にお店来てくれればね。うん、無理、明日行かない。昼まで行ってくれないなら明日行かない。明日も来る予定じゃん、ちゃんと。え、無理。俺はさ、約束守ってアフター来たんだから、うん、ね。無理、無理とかないか。無理、無理、無理、もう帰るから無理。ふざけんな。もうブロックするから。あ、行っちゃうの？いや、もうもうタワーもしないし。受けとかあるから。え、無理。ちょっと待ってください。知らない、もう無理。お前だわ。おい、待って。どうせ明日オープンの時来るんで、まあ、大丈夫っすね。はい。週1ぐらいとかあるよね。そうですね。ああ、結構発狂してみたいな。で、最初は構ってて、多分それは気持ちよかったんですけど、うん、だんだん構わなくなったらちょっとエスカレートしてってっていう感じで。前はなんかタクで、ね、リス化とかしたりとか、はい、あったよね。ありましたね。グラス割ってましたもん。そうそう、グラス割ったグラスでとか、なんだかんだ、薬で帰れないって言うんですけど、満喫とかホテルとか適当に入って、で、次の日同じ服装とかで来るんで、はい、多分モブホスとかと一緒になんか泊まってもらったりしてるんで、はい、そんな感じっすね。